おはようございます。何か不機嫌そうですね。いませんですよね。なるべくなら最初のノックで起きてくださいね。ドクター、暇そうだな。どうせ暇なら、俺の話でも聞いていかないか？いいだろう。俺の人生を一言で言えば、拾われるの人生だった。そうだ、俺はフィレンツェの教会に拾われた。生まれて間もなく捨てられた孤児として。そんな境遇に悲観したのか、ガキの頃の俺はかなり荒れていた。そしてその結果がシチリアの連中に捕まってリンチだ。調子に乗って奴らが経営するバールで暴れちまったからな。ボコボコに殴られたな。それこそ死ぬ一歩手前まで。ああ、後にも先にも
あんなに殴られたのはあの時だけだ。話がそれたな。とにかくその時に俺を助けてくれたのがシチリアのファミリーと敵対していたパドリーノ会長だった。俺はコムニオンに拾われたんだ。会長のファミリーに。そんな状態の俺に会長はよくしてくれた。そのおかげで神学も学ぶことができたんだ。会長は俺にとっては最大の恩人だ。司祭の資格を取得した俺は会長の下で唯一の祈りを捧げる者となった。だからこそ子供たちの世話も買って出たのだ。そうだ、彼女たちは俺が育てた。あの子たちは俺と同じだ。一人では生きていくことができない。自分たちではどうすることもできない運命の渦、それに溺れ苦しんでいたのだ。だから俺は手を差し伸べた。それが彼女たちにとって本当の救いなのかもわからないままに。時が来れば彼女たちはコムニオンの各セクションへと配分されていく。綺麗事では済ませられない。犯罪と荘園にまみれた世界だ。そんな世界に俺はあの子たちを。俺はすでに罪を犯している。一生をかけても償いきれない罪を。あの子を守ることが俺に与えられた使命、課せられた十字架なのだ。少し話が過ぎたな。これ以上はドクターには関係のないことだ。知らない方が良いこともある。忘れてくれ。俺は仕事に戻らせてもらう。ドクター、くれぐれも余計な詮索はしないことだ。生きて帰りたければな。
してそれを？行きましょう。いいから早く早く早く行かないといろいろと大変なの。
ね。少し遊んできていい？ちょっとだけ。いいよね。ドクター、なんか変ね。何か企んでない？じゃあどうしてそんなに慌ててるのかしら。なんで？
もちろん本気よ。私、男性の気持ちが全然理解できないもん。もちろん知りたいです。ちょっと待ちなさい、ドクター。何か言いたいことがあるならちゃんと聞きたいわ。ダメよ、私が良くないもの。これで終わりなんて許さないんだから。話してくれるまで私ここから動かないもん。子供ですよね、私って。本当にごめんなさい。え？あ、もうこんな時間に？なんでもないの。それじゃあ早く帰りましょう。あのね、ドクター。あの、また今度。
約束しよう。マリアお嬢様発見。これより確保します。話して。何をするの？なんて手荒な。こんなことをしていいと思っているの？それは。私のセリフだよ、マリア。おじいさま。あれほど勝手に行動してはならぬと言ったのに、悪い子だな、マリアは。お前たち、今後一切マリアを外に出してはならん。これは私が許可するまでずっとだ。いいな。了解しました。そんな。どうしてなの、おじいさま。ドクターも一緒だったのよ。決して一人で外出したわけでは。そのドクターとお前は花園で何をやっていたのかな、マリア。私は悲しいよ。よりにもよってこんな男を選ぶとは。パドリーノの名を軽んじているのではないのか。見ていたの？私たちを監視していたのね。ひどい。嫌い。おじいさまなんて大嫌い。出て行ってもらうぞ。今のうちに帰り支度でもするのだな。
お願い、ドクター。少しの間だけでいいの。